カブカブパラダイスは、はゆみみ会員さんを募集中です。詳しくは、右上のバナーをクリック、クリック。はい、カブカブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それでは、まず今日の日経 112円、上げましたね。で前日のダウンが、ね、大幅に反発していて、なんと、500ドル以上ね上げていたんですよね、うん。で、重要イベント控え、買い戻しと、 いいう風になっていてですねもうこのね、重要イベントを控えて、買われんのか下げんのかどっちなんだっていうね、まあそういうね、ほんとね、行ったり来たりしてるわけなんですが、うん、で、その重要イベントっていうのはですね、何回かお話をしていますけども、日本時間でね、今日火曜日夜10時半に発表される、まあ、CPI なんですよね。うん、アメリカのね消費者物価指数が発表されるということで、毎月ね、このあたりにですね発表される CPI の、まあ、結果次第で上 に行くか下に行くかというふうに、ね、なっていますけども、うん、でそれを受けて、今度はね12月15日木曜日の午前4時にですね FRB がね政策金利を発表するというような流れになっているので、ですねまあちょっとね警戒感ももちろんあるんですよね。うん、ということで日経はですねその流れを受けて、一応ね上がったのは上がったんですけども、まあ、ただ、ね、警戒も強くと。 いうふうにね、まあ、ここには書いてあるんですよね。うん。ということで、まあ、そんなにね、大きくはですね、日経を上げなかったという結果にはね、なりましたが、うん。まあ、しかも、陰線だったので、ちょっとね、あんまりいい感じにはなっていないんですけども、まあ、とにかくね、今夜の CPI にね、注目したいわけなんですが、で、まあ、なんとかとにかくね、年末には3万円というふうにね、なってほしいですよね。今からもうね、間に合わないという声もね、もちろんあると思うんですけども、しかし、なんとかね、頑張ってほしいと思います。続いて、 グローバル市場のコアシスですけども。はい グローバル市場のね、壊し数はですね、今日はね、プラマイゼロだったんですよね。うーん、で、まあ、こちらもね、陰線で終わってしまったということで、まあ、あんまりいい感じではないですけども、まあ、それでもね、75日線のね、だいぶ上の方にいるので、まあまあいいかなという気はね、しますが、まあ、しかしですね、こんなね、プラマイゼロでね、終わってる場合じゃないんですよね。とにかくね、この年末相場でですね、もっともっとね、ガン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 ね、上の方にね、行ってほしいと思います。頑張ってください。以上、ジャイカンデンでした。続いて、テーマ別。 テーマ別で、まずはですね、核融合関連なんですけれども、はい、核融合関連はですね、今日ね、結構上げていったのがいくつかあるんですよね、まずですね、このね、野島化学がなんと20%以上上げ、そして、け川電機がね、6%上げ。 東方金属が上げというようよな形で,です、ね、結構ですよね、うんで。まずね、この河野島化学なんですが、こちらはですね、まあ、この決算がね、なかなか良かったので、今日はですね、爆上げしたということになったと思うんですよね。うん、はい、おめでとうございます。で、こちらは8月10月期の計上がですね、13%増益だったと、うん、いうことだったんですよね。うん、ということでね、河、ま、野、あ、島化学は爆上げしたんですけども、で こちら介川、ね、電機がです、ね、6%上げてきたのは、まあ、特に、ね、会社側から、ね、なか新しい情報が、ね、出たようには見えなかったんですけども、うん、なので、おそらくです、ね、このニュースで、ねまあ、買われたのかなという感じなんですよね。アメリカの国立研究所がです、ね、投入を上回る出力が出たということをです、ね、関係者が、ね、言っていますということを政府が、ね、発表するかもしれないなと。 いうような記事がですね、ブルンバーグにね、出ていたんですよね。うん、ということでね、核融合がですね、何やらね、うまい感じに、ね、なっているんじゃないのと、うん、いうような記事が出て、まあ、それでですね、日本の中の、まあ、核融合関連と言われているような中で、まあ、結構ね、小型の株がですね、買われてきたという感じになりましたね。うん、はい、おめでとうございます。 ということでね、まあ今後ですね、核融合関連のね、ニュースで、まあいいものが出てきたらですね、まあこの辺の銘柄がね、またまた上がるかもしれないなということをね、覚えておけばですね、いいかもしれないですね。うん。はい。続いて、バイオ関連ですけども、はい。 バイオ関連もね、今日は結構上げてきたのがね、ありましたよね。まず、リボミックがですね、なんと9%上げ、そして、キャンバスがですね、7%上げましたね。いやー、このね、チャートすごいことになってますね、本当、うん、で、デルタがですね、5%上げ、そしてね、創生がですね、3.7%上げてきたんですよね。で、創生はね、今朝ね、材料が出ていてですね、アッビ社から1000万ドルのマイルストーンを受領しますよと。 いうような、ね、ものを出していて、まあ、13億円ぐらいですよね、今ね。うん というようなことがあって、今日はですね、3%上げてきたということになりましたね。うん。はい。おめでとうございます。そして、リプロセルはですね、3%上げ、で、デニシ君がね、1.9%上げ、それからね、ラックオリアンがですね、0.2%上げと、まあ、いうようなことがあったんですけども、これはですね、ラックオリアンとデニシ君が共同研究のね、契約を締結したんですよね。なぜかね、この2社がですね、仲良しちゃんになったということで、仲良くね、ちょっとずつ上げてきたというふうになりましたね。うん。はい。 おめでとうございます。そして塩野義もですね今日は頑張ってね1.6%上がったんですがうん。 で、これは何があったかというとですね、今日ね、こういうものを出していたんですよね、新型コロナウイルス感染症の治療薬のゾコーバってありますよね。うん、で、それを日本政府がですね、追加購入するという契約を、ね、締結しましたということだったんですよね、うん。で、これね、結構ニュースになっていて、厚生労働大臣がね、100万人分追加契約をしましたということもあってですね、まあ今日はね、買われてきたのかなという感じにはね、なりましたけども、うん、なかなかね、年末にですね、バイオ関連がね、 上げているということで結構ね人気化しているのでこれからまだまだねどういうふうになっていくか期待して見ていきたいと思います以上バイオ関連でした続いて直近の IPO ですけどもはい直近の IPO はですね今日なんとねトリプルラがですね11%以上ね あげてきましたね。いやー、すごいな。はい。おめでとうございます。これについてはですね、新ネタのコーナーでやるので、楽しみにしておいてください。続いて、エニーカラーなんですが、はい。エニーカラーはですね、今日ですね、2.5%下げたということになったんですが、うん。で、先週のね、月曜日からですね、180日間の VC のね、ロックアップがですね、まあ、解除されたということになっていて、そこからね、ちょっと下げているという話はね、この間しましたけども、 やはりですねもうその解除されて5日からねすでにね売り始めているまあ VC がねいたんですよね、やはりね、うん、その VC が8%から3.6%にまあ減りましたよと。 いうようなまあ、報告書もね。出たということもあってちょっとね。今下げているということなんですよね。まあ、この動画でもね。何回もお話をしていますけども、やはりですね。vc は解除されたらね。基本的にはね寄りたいんですよね。まあ、とにかくね。上場できていて、かつねロックアップが解除されていればですね。まだいたいね。利益はですね。結構ね。大きいものがね。出ると。 いうのがね、VC なので、まあ、基本的にはですね、解除されてはね、さっさとね、売り抜けるというのがね、彼らの仕事なので、まあ、そこはね、躊躇なく売ってきたんだろうな、ということは思うんですが、まあ、ただね、この間もお話をしましたけれども、15日のですね、木曜日が、まあ、決算のね、発表日なんですよね。ここの決算がね、かなり注目されるわけなんですが、はい、どういうふうになるかね、見ていきたいと思います。続いて。 マイクロ波なんですかはい。マイクロ波はですね、ね、今日は、ね、11円下げて0.45%下げたということにはね、なっているんですけども、まあ、ここのところ、ね、この横横ボックスの中にいて、まあ、ちょっとずつね、下値を切り上げているというような、ね、感じになっていたんですが、で、今日の OB、ね、まあ信用規制がね、解除されたと。 いうことにね、なりましたね。まあ、スタンプがね、解除されたということにね、なったので、明日のよりはね、少し高めかもしれないんですけども、まあ、どういう風うになっていくかね、見ていきたいと思います。続いて 11月上場の IPO ですけども、12月上場の IPO はですね、まずね、サイフューズなんですが、今日もですね、下げてしまって、2.7%下げたということになりましたね、うん、残念ながらね。で、ロックアップの話はね、何回もしていますけども、このね、1.5倍でね、まあ、売れる VC がね、一応いるんですよね。残りはね、180日間売れないんですが、まあ、このね、2つの VC はですね、90日にね、達するまではですね、 公募価格のね、1.5倍以上じゃないと売ることはできないというふうになっているんですよね。その1.5倍ってね、まあこの辺なんですけども、ここよりね、上じゃないとね、売れないんですよね。 なんですが、結構な、ね、売り圧になっていて、ですねで、このロックアップの件に関しては、まあ、会社の、ね、IR さんにもまあ確認して、ですね、一度タッチしたら売れるというものではなく、1.5倍以上じゃないと売れないんですよということと、あとね、幹事証券会社である SBI 証券にもですね、まあ、同じようなことを聞いたんですが、それはね、まあ、その通りですと。 いう話と、あとね、ほふりでね、管理しているので、簡単にはね、売れないんですよということとですね、それからね、その約束を破って売った場合は制裁がありますという言葉でね、言っていたんですよね、うん、なので、よもやですね、この日清キャピタルと三菱 UFJ キャピタルがですね、売ってきたということはね、なかなか考えにくいんですけども、ひょっと そしてね、もし売っていたらですね、こっちの方がね、わかんないですよね、3.7%なので、まあ、これはね、もう報告義務はないので、この人はね、ひょっとして売っている可能性がね、なくはないんですけども、ただね、日清の方はですね、5.6%ということなので、これがね、もしね、5%を切るようなことで売っていたらですね、もうそうそうね、大量保有報告書の、まあ、変更届がね、あっていい頃かなというふうにはね、思うんですけども、まあ、どういうふうになっていくかね、見ていきたいと思います。続いて 今日ね、またまた一社ね、上場しましたよね。プロパティテクノロジーなんですが、はい。こちらはですね、残念ながらね、大きい陰線を引いてしまったということになりましたね。まあ、それでもね、なんとかですね、下辺をつけてね、最後の方はね、まあ、上がってきたというふうにはね、なりましたが、うん。で、こちらの事業内容は、中古住宅の再生及び小建て住宅の事業ということなんですよね。うん。で、想定の時価総額が119億円程度というふうになって いてですね、で公募価格が2950円に対して、発電がね3980円だったんですよね、公募価格の、ね、約1.35倍で寄ったということになりましたけども、で当選の、ね、株数はですね、まあ、そんなに多くはないんですよね、85万株程度ということになっていて、でロックアップはね、まあ、この0.75%には何もかかっていないんですけども、それ以外はね180日間が継続保有と。 いうことになっていていまあ、こちらね結構硬い状態にはねなっているんですがまあ、ただね、ねちょっと業態的にですねまあ、そんなに、ね、こう注目されるような感じではなかったかなと。 いう気はねねししましたけどども、はい、明日から続いて、明日はね2社上場しましたよね。まずですね、このスカイマーク9204ですけども、うんで、スカイマークといえば、皆さんよくねご存知かと思いますが、まあ、航空会社ですよね。まあ、LCC とね呼ばれている格安航空会社なわけなんですが、まあ、一度ね業績悪化でね、まあ、上場廃止になりましたよね。うん、でいよいよね、まあ、再上場と。 いうことで、今回上場してくるということになっているんですが、で、想定の時価総額がね、693億円ということで、まあ、かなりね、大きい案件ですよね、これね。うん、で、公募価格が1170円と。で、当選の株数が3200万株もね、あるんですよね。<laughs> ということなので、なかなかですね、これね、ちょっと大きいやつということになっていますよね。で、ロックアップは2.4%は、まあ、何もかかっていないんですが、それ以外はね、180日間と。 いうことにはなっていますけどもでまあ、以前ねスカイマークが、まあ、新規参入したときにはですね、スカイマークがねめちゃくちゃ安かったので、その前後の便だけですね、JAL さんと ANA さんがね、結構ね、安い金額にね、してきたということをやって、対抗してきたというようなね、話がねありましたよね、うん。これ結構ね、ニュースになって話題になりましたけども、まあ、ただね、行政指導が入って、新規会社の前後だけ値下げすることはまかりなんと。 いうことに、ね、なっちゃったんですよね、これね。うん、ということで、JAL さんと a さんの、ね、値下げは、ね、なくなってしまったんですけども、うん、まあとにかくね、明日またまたね、上場するということになりましたので、はい、どういうふうになっていくか、ね、見ていきたいと思います。続いて、もう一社上場するのがですね、大英環境なんですが、で大英環境はですね、一般産業廃棄物の収集、運搬、中間処理、再資源化、および最終処分を中心とする、環境関連事業、および有 資源リサイクル事業ということになっているんですよねこれね事業内容的にはなかなかね自流に乗ったものかなというふうにはね思いますが、まあ、ただねこちらもですねなかなかの大型案件で1200億以上の想定時価総額なんですよねで当選の株数も3600万株以上ありますよとまあロックアップは180日間と継続保有と いうふうになっていますけども。ということでね、明日はですね、なかなかのね、大型案件がね、2つあるということになっているので、まあ、の新興株のですね、資金をね、吸い上げないようにね、してほしいなということをね、願うばかりなんですが、はい、よろしくお願いします。以上、直近の IPO でした。続いて、新ネタ、新ネタのコーナーですけども、まずはね、トリプラなんですが、はい。 さっきね、IPO のところでトリプルラの話をしましたが、今日はですね、11%以上上げてきたということで、なかなかのね、これ、すごいチャートになっていましたよね。V 字回復のね、チャートになっているということでですね、素晴らしい感じになっていますけども、うん、で今日のね、o b けもですね、決算が出ていて、こちら、今期計上は3倍増で、2期連続最高益更新へというものでしたね。うん、はい、おめでとうございます。 ということなんですが、一応ね、このレベルの決算だと、まあまあね、予想された範囲内かなという感じにはね、なっているんですよね。まあ、ただね、それをね、無事通過してくれたということと、あとはね、旅行業でもあるので、まあ、アフターコロナということでのまあ、期待感もね、ある程度あるかなというふうにはね、思うんですが、ただね、今日ね、一気にですね、期待感でね、11%以上ね、上げたので、ちょっとね、うん、今日頑張りすぎたんじゃないのという気が、ね、するんですよね。まあ、大引け ね、ドッカかンと上げていてです、ね、ちょっとね、これがなかったらね、もっと良かったかなという気はね、するんですけども、まあ、とにかくね、明日どういうふうになっていくかね、見ていきたいと思います。続いて、玉川ホールディングスなんですが、はい、玉川ホールディングスはですね、今日はね、1.6%下げたんですが、今日のおびきもね、なかなか面白いネタをですね、2つ出してきましたよね。こちら、まず1つ目がですね、漁子関連事業のご紹介についてのお知らせと。 ということで、量子インターネット市場新規参入を目指すというものなんですよね。で、もう1つはですね、開示事項の経過なんですが、銀行融資による小型風力発電所の開発に関するお知らせと。 いうものでしたね。はい。おめでとうございます。ということでね。まあ、時価総額も小さい部類だし、まあ、いきなり2つね、IR を出してきたということになったので、明日のよりはね、かなり期待できるのかなという感じはね、しますけども、はい。まあ、どういうふうになっていくかね、見ていきたいと思います。頑張ってください。以上、新ネタのコーナーでした。続いて、前回の動画で注目と言っていた中で、まだお話ししていないのがですね、まずこのね、ポエックなんですが、 ポイックですね。なんとね、寄らずのストップ高2連発ということにね、なりましたね。うん、はい、おめでとうございます。 ということでですね、明日はね、上にね、値幅4倍チャレンジということになりましたけども、はい、どういうふうになっていくかね、見ていきたいと思いますが、まあ、ネタはですね、前回の動画をね、見ていただきたいと思います。続いて、高取りなんですが、はい、半導体関連のね、高取りがですね、今日もね、頑張ってくれて、今日はですね、3.3%上げたということになりましたね、うん。はい、おめでとうございます。まあ、アメリカのね、ソックス指数もですね、昨日はね、結構上げてきていたので、今日はですね、まあ、高取りもね、結構買われたのかな という感じがね、なりましたけども、はい、ますますね、期待しているので、頑張ってほしいと思います。続いては、さすめどなんですが、はい、さすめどはね、今日はですね、プラマイゼロで終わったということになったんですが、で、こちらのネタはね、毎回言っていますが、12月19日にね、厚生労働省のね、まあ、審議会があるんですよね。まあ、そこでのね、承認期待ということになっているんですが、今日の OB 教にね、変更報告書をね、出してきたところがね、あるんですよね。うん、BeyondNEXT っていうところがですね、 以前はね、7%以上持っていた分を、まあ、4.99%までね、減らしましたよと。というふうになったんですよね。で、以前にね、この動画でもお話をしましたけども、このね、VC がね、まだ保有している分が、まあ、そろそろね、売ってくるんじゃないかと。そこをね、まあ、少し警戒しなきゃいけないねという話をね、していましたけども、まあ、そこがね、だんだん売ってきていると。 いうこともあるのでこっからねまたまた上に行けるのかそれともですねそうそうね承認が近いので警戒してねまあちょっとね行ったり来たりというふうに、ね、なるのかどうかということなんですけども期待はしているので頑張ってほしいと思います以上前回の注目銘画でした続いて12月14日の注目配ポエックトリプラキャンバスタカトリスパイダーアイスタイル三井物産サスメド M&A 総研、エイミング、マイクロハインクルーシブ、いません電気、ACSL、ダブルスコープ、A バランス、タマガーホールディングス、ビリングシステム、メンタルヘルステクノロジー、エニーカラー、サイフューズ、マイポックス、この辺を中心に見ていきたいなと思っています。 それではここで株価ブ,ブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。 それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。じゃあね、バイバーイ。